後ろ見に行かないよ。前見てキャッチする。あ、足はできるだけ。わあ、何？かっこいいパパみたいになってますよ。じゃあ反対し。反対こっち。軽くはないけど。あ、でもオレンジでやってみたいかも。そうだね。ちょっとこれだとパワー、スピードが出る。股関節を吸収して、はい、こういうのを腰椎返すね。股関節を吸収、あのツイストスクワットですね。あのツイストスクワットが、あ、できるだけこの投げる前の姿勢でキャッチしてこういけるといいね。俺のコントロールなんだ。ちょっと持ってかれすぎだね。体幹で支え、ぐっと赤縮めて、この反動、ごめんなさい。じゃあ投げるのが適当でいいんで、はい、回線を常に交互に。あー、なるほど。こっち来たら取り返す。こっちに来たら下投げ、こっち返すのがいいと思うけど、こっち来たら下で左でやりたいんだけど、そうです。投げられる方はこっちかもしれない。投げられる方こっちだったらどうする、まあ、この流れでこう変えるか、まあ、もっとこっちをこう取りに行ってこうするか。確かに。これちょっとやってみて。普通にこうやってみて。あ、そうする。仕方がない。投げる方を適当に選んだ。
ジムに来て初めてこんなに汗かきました。ダラ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 。いやいや見たっけ。マラソンもう一回しっかり肩をずつやりましょう。朝のカメラ回らなくても。お久しぶりに疲れた。きついっしょ。めちゃめちゃきついです。楽
ますよ。知らず知らずに疲れてますよ。一人でも夜な夜なやってください。夜な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 危ないから。